皆様、本日はありがとうございました。皆さん、こんにちは。ジャナトルのアリンヌです。今回は、レスクエアワードの今日、びっくりしたね、めっちゃびっくりした。お披露目記者会見だったんですけど、はいはい、ちょっと私ずっと潜んでたんですよ。え、嘘、本当に。だけど、ちょっとこの格好だったから、いっぱい人がね、いるから、ちょっと、記者の方の前で、ちょっとさすがにこれでは出れない。ので、今、ここを狙って、今、出てきました。こうやってきたのね。そう。10グラム、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと、同じサンスポの看板を背負ってる同士、はい、ちょっとこれは、ジャナドル代表として、負けてらんないなと思って、ちょっと今日は、トモコムに勝負を挑みに来ました。え？なんだろう。改めまして、ジャナドルのアリンヌです。はい、サンスポレースクイーンアワード準グランプリ受賞した五木智子です。はい、今回は智子を迎えまして、うまい棒の味を目隠しして当てろゲーム。はい、こちらのいろんな味のうまい棒を用意しました。本当だ。はい、この目隠しをして何の味か当てます。そして、負けた方には罰ゲームが待っています。そんな大したことないでしょって思うじゃないですか。結構ここのチャンネルえげつないんですよ。本当に。はい、結構ガチでやってるんで、ちょっと今回はね、ぜひトモコムさんに、いやいや負けません、痛い、つらい、何かしらの試練を。本当に絶対勝ちたい。結構ガチで、私もガチで罰ゲームやりたくないんで、結構ガチでやりますんで、あら、負けないように。負けられない戦い。はい。はい、はい、では、アリンヌが先行としてやってくれるみたいなので、選びます。え、どうしようかな、でもね。メンタルでしょ、どうせ。メンタルがいいの？どうせメンタルでしょ。しょうがないなぁ。じゃあ、皆さん、こちらにします。食べたことありますよね？おいしそう。え、有名な味かな。うん、有名有名。あ、わかんない、人によるかも。定番。え、でも、あ、匂いはね、おいしい匂い。では、食べてもらいます。よいしょ、アリンヌいきますね。はい、はい。うん、うん、おいしい。なんだろう、これ。私好き。めっちゃおいしいんだけど、うん、肉の味する。レモンの味もする。肉？え、肉じゃないのかな、わかんない。なんかレモンの味する。焼肉？いや、焼肉味じゃなかったよな。いろんな種類が。3、2、1。牛タン。え、牛タン味ありますよね。牛タン味。外してみてください。なんかね、マジ肉の味した。焼肉大好きだから。肉の味した。絶対わかんないと思う。やば、トモコムに何味食べせよっかな。どうしよっかな。なんか嫌いな食べ物あります？いちご。いちご、うん、好きなのは？うーん、エビ。エビ。あ、でもエビ、エビ、でもね、一番好きなのね、なんだろうね。ピザも好きだし、カレーも好きだし、チョコレートも好きだし、タピオカが今、ハマる。そうね、なんか結構 SNS とかタピオカ載せてるもんね。ここ3年ぐらい。どうしよっかな。何？いや、でも全部これ分かりやすそうなんだよな。なんだろう。じゃあこれにします。何？こちらで。はい。トモコも嫌いなイチゴにしよっかな。イチゴなかった。それでは。はい、いきます。はい、はい、うん、何味でしょう。わかった。わかった、うん、これマヨネーズの味が効いてる。おー、で、辛くないですね。うん、なんだろう、味が濃い。うん、味が濃い。なるほどね。今回もう正解出ました。え、あ、でもなんかわかんない。わかんない。ソースの味がしてきた。ソース
スの味。あー、そうね、ソースの味かもしれない。なんか食べれば食べるほどわかんない。では、はい、コムコム答えを3、2、1どうぞ。エビマヨネーズ。じゃあ外してください。正解。イエーイ。ちょっと同点、同点、どうします。もう一回戦いきます。あ、やっぱりね、あのサンスポアイとしては負けてません。ちょっとね、こっちトラの罰ゲームかかってるから二人とも本気です。2回戦いきたいと思います。では2回戦参りたいと思います。私この味の中からすごい迷ってんですよね、これとこれ。なに、気になる。なんだろう。いいね、これにしよう。なんだろう。嫌いな食べ物ある？嫌いな食べ物、うん、なんだろう。ないよ。なんか、あ、パクチー嫌い。おお、じゃあパクチー味です。パクチー味。パクチー味だったら絶対分からん。動揺しないで。パクチーは本当に無理だ。はい、では食べさせますね。いきまーす。ん？ん？ん？え、待って、わかんないかも。何この味。パクチー、パクチー。ん？パクチーだ。え、待って、これ何の味かわかんないんだけど。え？美味しい。美味しい。美味しいんだけど、うんうんうん、なんかね、え、なんだろう。味は濃いですか？ちょい濃いぐらい。うん。え、待って、まだわかんない。え、ちょ、もう一口。もう一口。いい？もう一口ください。しょうがないな。もう一口ください。いきまーす。結構ガブっていったね。半分以上食べたんじゃない？全然わかんないんだけど、どうしよう。え、これわかんないの。え、じゃあもう、当てずっぽうでいきます。はい。なんか、野菜サラダみたいな味じゃん。あったでしょ。うん、あったね。野菜サラダ。野菜サラダ。サラダ。わかんないけど。はい、野菜サラダっていうことですね。はい。では、外してみてください。全然違うじゃん。もうわかんない、これ。やったー。全然わかんなかった。うわー、やられた。ちょっと悔しい。ちょっと、うん、負けられない。ちょっと、どうしよう。なんかどれも分かりやすいんだよな。なんか今めっちゃこれとこれとこれ、うんうん、なるほどね。が一番。いやー、いやでも、いや、分かるな。どれがいいと思います、皆さん。え、何何。なんかスタンダードにこっちとか。だって私もこれわかんないもん、どんな味か。えぇ、ー、いや、わかんない味なんてあった？あー、なるほど。はい、はい、では、いきます。はい、はい、どうぞ。はい、うん、ぬっとおいしい。美味しい？うん、なんかね、野菜か肉かったら肉の味がします。おー、うん、わかった。わかった？本当に？私多分1番か2番目に好きだ。え、とか言って違うのか、どうしよう。へぇ、結構好きな味これ。うん、めっちゃ好きです。へぇ、とか全然違うだったら悲しいけど。それでは、うまかぶ答えまで。3、2、1、お願いします。サラミ。え、違う？え、見ていいですか？え、見ていいですか？ちょっと待って、え、なんか工作してない？あの、長くないですか？どうぞどうぞ。じゃじゃん。え、本当に？うん、本当に？うん、今、肉の味って言ったから私、バレたかと思ったの。すごい。牛タン塩、初めて食べたかも。美味しかった？うん、美味しかった。全然、2番目に好きとか言って全然。これはどうしますか？罰ゲーム、トモコにやってもらえますか？ひどくねえ、これ。こんなかとか言っててさ。それは一緒にやるしかない。一緒にやります？じゃあ。じゃあ一緒に罰ゲーム、やります。仲良く。今回
件は足つぼマット。結構強い？めっちゃ苦手。本当？うん。私も福建校代表だから結構やばいんだけど。二人同時でじゃあ行きましょう。そうですね。え、本当に嫌なんだよね。しかもね、ここ見て、すごいから。本当に嫌なんだよね。結構これ立ってらんない。やばいよね。はい。行きましょう。よし、スタート。あ、でもまだここ。まだここは大丈夫かも、私。あ、でも結構痛い。痛い。あ、でもここ。ここはね。問題ここなのよ。皆様よろしければチャンネル登録とコメント、いいね